富岡は遅く家へ戻ってきたが、雪子と嫌な別れをしてきたことが胸から離れなかった。国子は遅くまで荷造りをしている様子だった。長く住んだこの家を売るとなると、いっそ焼けてしまっていた方がサバサバしてよかったのではないかとも思える。自分の周囲を取り巻く者が、 何一つなくなってしまいつつあるのだ。家庭の中に生きていくものにとって、これだけの家族は、富岡にとっては、堅固な石の中に詰められて、息も出ない苦しさだった。ゆき子の生き方が羨ましくもあった。そのくせ無償に、幸子の大胆な生活が哀れにさえ思える。 あの女をかばって立つだけの力のなさが自分でも歯がゆいくらいだった。近いうちにもう一度会って、あの荒く毛羽だった心を確かめてから本当の別れをしなければ、このままでは自分の方が敗北だと考えられた。このままでずるずるに会っているだけでは、自分と女の間に何の結論も得られないのだ。 だが、一体結論とは何を指して言うのだろうかと、富岡は対立してしまったユキと自分の感情を、これはなぜなのかともじっと考えてみる。日本へ戻ってみて、初めて微妙な女心を見たような気がしたが、また、自分の変化した心の転移にも、富岡は密かに幻滅を感じないではいられなかった。 人間の精神とは儚いものであり、その時々の環境の培養菌によって、どんなにでも精神は変化してしまうのだと、富岡は自分にうなだれてしまう。千万の誓いの言葉や、病のようにしっかり止めたはずの純粋さなぞは、デードにまみれて平気なのであろう。 このまま別れてもいいのだと思う気もあったが、いや、今一度会って、確かめてからにしても、遅くはないといった、自分勝手なわがままな感情が、富岡の胸の中には、色模様をなして明滅した。ゆき子は、夜明けになって、だらっとの感謝の夢を見ていた。 カノと二人でベランダに腰をかけて抱き合っているような妙に生臭い切ない夢であった。夢が覚めたからも、ユキコはオントレイの茶園の一日がまぶたに浮かんできた。カノと富岡と三人でアルプルプロイの茶園を見に行った日のことだ。正月で安南人の上流の者たちは、 黒い上着の下から白絹のズボンを覗かせて小高いオントレイの中央にある教会にお参りしていた大森林に囲まれたオントレイの部落が油絵のように美しかった海抜港1600メートル気温は最高25度最低6度のところで玄武岩室の赤土地帯で 茶の生育には気候条件の不利を償ってあまりある良しなのだと、富岡が説明してくれた。高原で低温値のせいか樹形が横広がりになるのだそうで、五番の目のように広々と植えられた茶園の感動を、雪子はレースの縁取りした白いワンピースで、富岡の腕に持たれて歩いていた。 カノは時々不愉快な顔をして立ち止まった。そして言った。僕はさっきから苦しくて鼻血が出そうだ。妙なことを言い出したので、富岡もゆきこも立ち止まって可能を見た。ドーナスって気持ちが悪いんですのゆきこさん、あなたは全くひどい人だ。 僕をなぶりものにしたいために、こんなところへ僕を連れ出したんですか。あら、なぜなのあたし、別に。ユキコが赤くなって何か言いかけようとすると、カノは妙な笑い方をして、富岡と腕を組まないんでほしいんですよ。と言った。富岡は、カノが気でも狂ったのではないかと思った。 ユキコは慌てて富岡から腕を離した。富岡は急にあっはっはと笑った。案内の安南人は富岡の笑い声にびっくりして自分に何か落ち度でもあるのかと不安な顔をしていた。三人は離れて歩き始めた。十八ヶ月くらい経ちました丈夫な苗を植え付けます。 草を取ったり、中耕は年に5、6回くらいで、施肥は1ヘクタールあたり、窒素が30キロ、リン酸40キロ、狩りが50キロくらいを標準としまして、各年に施肥するわけでございます。植え付けの後2年くらいから適用しまして、6年、7年ごろから茶の終了は経営費を償い得るようになり、10年経ちますと、 青年期になりますようなわけで。ユキコは案内人から茶園の説明を聞いているうちに、そうした長い歳月をかけて根気よく茶の根付けに情熱を傾けているフランス人の大陸魂というものに恐れを感じ始めた。説明や理屈では詳しくわからなかったが、それでも目の前の茶園の歴史が そんなに長い月日をかけて植えられているものとは考えてみなかっただけに、断日月でこのひどい茶園までも自由にしようとしている日本人の腰掛け的なものの考え方がひどく恥ずかしくもあった。永遠と続けられている他人の汗の溢れた土地の上を狭い意地の悪さで歩いている 野良猫のような自分のあさましさが反省された。かのに腕を離して歩いてくれと言われたことが、ゆき子は妙に胸に引っかかってきた。案内人はまだ長々と説明をやめなかったが、ゆき子はそんなに長く日本人が何十年もこの不印の土地に住みつけるとは思えなかった。 今に何かの形で、ひどい報いが来るような気もしてくる。大軍の日本兵が押し寄せてきたところで、この広大な茶園やきな事業は、一朝一夕には日本でやってゆけるものじゃない。盗んで汚くそこ入れ吐き捨てるのが、石の山だね。富岡が突っ放すように言った。かのは返事もしないで、 安南人の胸の象下の大干渉をむしりとって自分の胸に吊るしている。雪子は嫌な気持ちだった。その夜、酒に酔ったかのに雪子は腕を傷つけられたのだ。みんな過ぎた思い出になってしまった。そしてあの美しい土地にゴミゴミと散らばっていた日本人は、 みんな日本に追い返されてしまったのだ。当たり前なのだわと、ゆき子はパッチリ目を開いて、夜の明けた天窓の雨模様の空をじっと見つめた。ふわふわとした大きい枕だけが、ひどくゆき子を慰めてくれる。昨夜この小屋に富岡が訪ねてきたことも、それも夢のように思えた。 ゆきこがラジオを手に取ってスイッチをひねると突然扉がコツコツとなった朝早く来る人がないだけにホテイホテルの誰かなのかもしれないとそのまま立って扉を開けると思いがけなく居場が恐ろしい顔をして立っていた後ろにホテイホテルの女中がついてきていたが何も言わずに 女中は路地の中を出て行った。こんなことだろうと思ったよ。靴を脱いで、ずかずかと岩は上がってきた。き子は震えて物も,も言えなかった。まさかここまで探してくるとは考えなかっただろう。お前もずいぶん人柄が変わったものだね。あんまり大きい声しないでよ。 生意気なこと言うな。何をそんなに怒るのよ。怒るのが当たり前じゃないか。運送屋を探したんだよ。ぬすっとして、おまけに布団を宿へ売ったりしてるのは、怒ることにならないかね。パンパンをしているんだそうだね。ゆきこは、怒りで口もきけなかった。 いばの竹け,けしい態度に吐き気がきた。なることならば、このまま消えてしまいたい気持ちだった。生きてゆくためには仕方がないわ。布団くらいなんなのよ。布団がなければ稼げないのかい一体、どうすればいいのよ。そんな大きな声を出して。私があんたの布団くらいもらったって、どうしてそれが悪いの 三年も私をおもちゃにしてて、そのくらいのことが何だって言うのよ。欲しかったら持っていくといいんだわ。汚いがもらっていくよ。洗濯をすればまた使える、貴重なものなんだからね。イバは毒舌を吐きながら、タバコを出して加えると、マッチを探す様子で、そこいらにあるラジオや大きな枕に皮肉な笑いを浮かべた。 ゆきこは、いばの表情を見て、胸にカッと燃え立つものを感じた。何でも思いたいことを思うがいい。一刻もいばに、そこにいてもらいたくなかった。いばは、何か思いついたように。なかなか景気が良さそうだな。うまいことがありそうだが、どうだね。うまい仕事に乗るようなことはないかね。 一口乗せてくれれば、布団なんか等分化してやってもいいね。ゆき子は黙っていた。娘時代を、こんな男の自由になっていたことが、悲しくさえあった。自分の周りの男は、どうしてこんなに落ちぶれていやしくなってしまっているのかと、不思議な気持ちだった。何かいい手るはないかね。 タバコとか衣類とか出ないのかい何を言ってるのよ。早く布団を持って行ってちょうだい。何もいらないわ。き子は見えもなく涙が溢れた。辛くてそこにいばの顔を見るのも不愉快であった。いばは手を伸ばしてラジオの小箱を引き寄せてスイッチをひねった。三味線の音色が 爽やかに流れ出した。ほう、こりゃ、電池で鳴るんだね。便利なもんだな。小箱の裏側の蓋を開けると、小さいおもちゃのような真空管がいくつも並んでいた。雪子はたったなりそれを見下ろしていたが、思いついたように、布団からこたつやぐらを引っ張り出して、さっさと風を切るような音を立てて、 布団を畳たたみ出した。まあ、そんな急に片付けることはないやね。昨日からこの小さいラジオが馬鹿にたたっているようで、ゆき子はその三味線の音色にわびしくなっている。ところで、芋も星を七八巻持ってきたんだが、どこか売り口を知らないかね。ラジオの蓋を閉めながら言った。 芋星の売れ口なぞ、ゆきこは知るものかと返事もしなかった。このラジオは高価なものだろうな。私のじゃないのよ。日本でもこいつの真似をして、新案登録できないものかな。さすがにうまいものができてるもんだね。イバは感心して、ラジオを手に吊り下げ。 耳を傾けて、シャミセの音を聞いている。もう一度会うつもりで、富岡は、雪子のところへ速達を出した。あのうちで会う気はしなかった。怯えた心であのうちに座っている気はなかったので、富岡は、四谷三つけの駅で待ち合わせるようにして、時間と日を知らせてやった。 あいにくと、その日は雨であったが、クリスマスも過ぎ、暮れ近いやわただしさが街にこもっていたせいか、雨の降っているのも気にかからないような、そんな人に忘れられたしぽしぽした雨の日であった。富岡は駅で十分ほど待った。激しい乗降客ではなかったが、それでも改札を出入りする人たちは、 さま様々の階級が富岡の目の前をせわしく通っていった。富岡はなんということもなく絶望的な気持ちになっていた。その絶望感は仏印にいた時も時々感じていた。不安のこもったもので、これ以上はどうしようもないといった突き詰めた思いが通り魔のように 富岡の胸の中にこもってきていた。富岡は靴の先をバタバタと貧乏ゆりにさせながら坂になった道を見上げていた。鉛色の光った坂道を濡れネズミになった雑種の犬がよろめきながら誰かを探し求めるように歩き回っている。時計を見ながら富岡は ゆきこがもう来ないのではないかと思った。少し待ってみて、来なければ来ないで、そのつもりで戻ればいいのだと、よろめき歩いている犬へ向かって口笛を吹いてみたりした。犬は口笛の吹かれている方をちらりと振り返って、富岡をしげしげと見ていたが、この人は違うんだと言った哀れっぽい目つきで、スタスタと、 やつでの植え込みの方へ紛れていった。待ったでしょゆきこが駅のさしのところに立っている富岡のそばへ、かとをぶっつけてきた。30分も過ぎたんだから、もういないと思って、よっぽど引き返そうかしらと考えたのよ。ごめんなさいね。ゆきこは赤い絹のマフラーを頭からかぶって、 顎の下にきつく結び、生き生きとした表情で、背の高い富岡の顔を見上げている。富岡は30分も遅れたので、家へ引き返そうと思ったと言ったゆきコの言葉が気に入らなかった。自分がこの女に上手にあしらわれているような気がしている。ゆとりのある女の心の状態が、富岡には嫌な気持ちだった。 別れ時が来ていると思った。富岡が歩き出すと、幸子もそのまま水たまりの中へ入ってきた。富岡は孤独に耐えられない気持ちで、一人でさっさと歩きながらも、後ろから濡れた道をびちゃびちゃと歩いてくるゆき子の表情を、素通しにして心で眺め、 自分の孤独の道連れになってもらいたい気持ちになっていた。そのくせ、雪子と歩いている時は、なんとなく罪悪感がつきまたう気さえしてくる。自分の孤独を考えてゆきながら、その孤独にひどく戦慄しているような怯えを、富岡は感じていた。現在に立ち至って、何者も所有しないという孤独には、 富岡は耐えてゆけない寂しさだった。自分を慰めてくれる事故の中の神すらも今は所有していないとなると、空虚な破れかぶれが胸の中に押されるように鮮やかに動いてくる。雪子と二人きりで今のままの気持ちで自殺してしまいたかった。 若い日本の男が外国の女と駆け落ちをして追っ手に反抗して郊外の駅で劇薬を飲んだ事件があったのを富岡は思い出していた。人間というものの悲しさが浮雲のように頼りなく感じられた。まるきり生きていく自信がなかったのだ。二人はどこへ行くあてもなく、 自伝の停留所までぶらぶら歩いた。ねえ、寒いわね。どこかお茶でも飲みに入りましょうか。うん。嫌にしけてるじゃないの。しけてるええ。嫌なことを言うね。そう。一人でいるといろんな言葉を覚えちゃうのよ。すさんで行くのが自分でも怖いみたい。 うーん、そんなものかね。いかにも楽々として楽しそうに見えるよ。あら嫌だわ。そうかしら。ちっとも楽々となんかしてないわ。そう見えるなんて尺だわね。あなただって、あの頃とすっかりお変わりになってよ。ねえ。ああ、もう私は、 なんだか少しも先のことがわからなくなってしまった。富岡は雨の街に立って、並木の美しい昔の東宮御所の方を眺めていた。この建物も現在はどんな方面に使われているのかはわからなかったが、鉄柵を透かして淡い灰色の御所の建物が、雨に煙、並木の黒い塊が、 いかにも外国の絵でも見るように新鮮だった。じーっと見ているうちに、また空虚な、捉えどころのない絶望が襲ってきた。富岡は御所の道に沿って歩いた。き子も黙って富岡と並んで歩いている。普通院はよかったね。あら。 あなたもそう思っていらしたの私も今ね、普通のことを考えていたのよ。懐かしいわ。あんなところ、夢ね。私たち、夢を見ていたのよ。そうなのね。夢を見てたんだわ。でも、夢にしても、あなたに会ったんだから、不思議だわ。あんなこともあったのかと。 時々思うだけのものさ。あの時はあなただって私だっていい人間だったわ。自然な人間丸出しでね。うん。それでも本当の幸福じゃなかったのかもしれないね。そうじゃないのかな。今ね、この五章を見ていて、急になんだか今の方が幸せのような気がしたんだ。 破れたものの哀れさは美しい。そう考えないかい今はこの建物も何に使われているのか知らないが、昔は御所だったんだよ。その名残がそこここに残っていてさ、なんとなくしみじみとするね。ゆき子は御所の土壁の塀をぼんやり見上げた。 淡い土壁の匂いがした。富岡が感傷的になっているほどには、その気持ちについては行けなかったけれども、やっぱり雪子にも、物の哀れは感じられる。雨が降って寒かったせいか、C の景色がひどく印象的だった。御所の横の広い道路を、ハイカラなコバルト色の自動車が、 シュンシュンと走っていった。富岡は自分の寂しさを噛む気持ちであった。何一つ押し付けることなく、この女に自然な死の道連れになってもらいたい気持ちだった。今日まで生きてきて何もかも国と共に喪失してしまっているという感情は、背筋が冷たいこの冬の雨のようなわびしさだった。 孤独な国の一人一人は、釘付けになっているようなものだと考える。いかなる戦争も、破れてこそ、悲しく哀れでもあると思えた。破れた敗者の魂には、人知れず、昔のファンタジーを呼び止める何かがあるように、そのファンタジーは、時々は、誰にも反省を促すものであろう。 富岡は何も考えてはいないような単純な女の生活のファイトを羨みながらも密かにその女の平易な心の流れに不服なものを感じるのだった。女自身は何も欠乏していないのだと富岡はふっと自分のそばに寄り添って歩いているユ子を見下ろした。恐ろしいことには この女に限らず、どの女も、長い戦争の苦しみを通ってきた痕跡を、少しもとどめていないという妙な発見だった。ねえ、どこまで歩くのよ疲れたのかいだって濡れて歩くのたまらないわ。風邪ひいてしまうわ。赤坂へ出て、あそこから渋谷へ都電で出てみるのもいいぜ。 ねえ、ねえ、話って何話か。別に大した話もないんだがね。勝手な人ね。そうかね。君に会いたかったからなんだよ。嘘、嘘言ってるわ。私に会いたいなんて。そんな優しい言葉を聞くのは初めてね。女というものは、 そんなに優しい言葉を聞きたいものかいそりゃそうよ。富岡はこうした会話の概念にやりきれなくなっていた。こうして会ってみても何も収穫がないのだ。そのくせ、人々の魂の上に敗者の心の乱れやその日暮らしの悪せくした思いだけが 黒雲のようにのしかかってきている。自分は自分なのだと承知していながら、何も知らぬ相手まで自我の中に引きずり込んで、道連れを作りたいという余ったれた浅はかな欲望が、富岡には自分でもわからなかった。何か収穫があるような錯覚で、日々を生きているだけの自分が、ずるい人間のようにも考えられてくる。 渋谷へ出て、ガード下の中華料理へ二人は入った。練炭ストーブのそばの椅子に差し向かいに腰をかけた。青い炎が、ハスの穴からポツポツと息を吹き上げている。客もない、ガランとした部屋の隅に、よれよれの白い上着を着たウェイトレスが三人ばかり立っていた。キ子は、 レンタン火鉢の上に手をかざしながら、雨に濡れたマフラーを金網の上に干した。ウェイトレスに注文を聞かれて、富岡は焼きそばを頼んだ。それから、酒を一本つけてくれないかね。ゆき子はニヤニヤ笑いながら、プラスチックの緑色のハンドバッグから外国タバコを出して、富岡に一本取らせた。 私たちって、行くところがないみたいね。うん。うまそうにタバコを吸いながら、富岡は雨の中をさまよい歩いて、ひどく疲れが出ていた。即達を出したものの、別に話し合わなければならない理由も今はない。いつ引っ越しですか家族のものは引っ越しちゃったよ。 今度の正月は、がらんとした空き家で送るんだ。あら、一人でサイくんは残るだろう。なんだ、おのろけね。ゆき子は、子供のようにがっかりしてみせた。やがて、酒が運ばれてきた。カノの住所が分かったんだよ。会ってみるかいあら、住所が分かったのどこにいらっしゃるの 富岡は小さいメモを出してパラパラとめくりながら自分の名刺の裏にカノの住所を鉛筆で書いて幸子に渡した。あら、小田原にいらっしゃるのお袋と一緒だそうだ。まだ一人でいるらしいね。ユキコは乱々と光った目で富岡の意地の悪さに反発してみせた。そのくせ胸の奥では 普通院で別れたままのカノエ対して、会いたさ、懐かしさが燃え上がってきた。酒は腹の中に染み渡り、冷え切った体を温めてくれた。ユキコも二三杯の酒を付き合った。もうあと三日だね。何が正月が来るということさ。あら、お正月のことなんか。 考えてみたこともなかったわ。どうだね。今日このまま、イカホか日光の方へでも行ってみる気はないかね。まあ、イカホってあたし行ったことないけど、いいわね。ザブザブ熱いお湯に入りたいわ。本当に行けるの一泊か二泊くらいならいける。行ってみるかい。 永遠の海の中に浮いている以上、ちっぽけだ人間の心の赴むくままに、好き勝ってもいいじゃないかと。富岡はいざとなれば、雪子と共に枯れ木の山の中で果ててしまいたい気持ちだった。お前は、俺にてよく殺されることも知らないで、ニコニコ笑っているんだよ。富岡は、 猛烈な食欲で焼きそばを食べているイきコを見ていた。金メッキの耳輪が小さい耳たぶに揺れている。黒い髪の毛は襟元で短く刈り込んでいた。イカホって寒くない寒くてもいいさ。それはそうね。まるで新婚夫婦が旅のプランを相談しているような うきうきした表情で、ゆきこは、かのの名刺をハンドバッグに入れて、それとなくコンパクトを出して、鼻の先に鏡を開いた。富岡は、女を殺す場面を空想している。音のない芝居のように、ちみどろなゆきこの姿が、ゆるく空想の景色の中で動いている。危険な感情だったが、 その危険な思いに入り込んで行ける勇気が爽快でさえあった。殺してやる。そして自分も折り重なって死ぬ。それだけのものだ。誰も自分たちに対して文句を言うものはないのだと。富岡は二本目の酒を注文して化粧をしているゆき子の平べったい顔をぼんやり見つめていた。 この顔が外国人に好かれるのかなと、妙な気がした。癒しい顔だった。平べったくて、顎が張り、何の取り柄もない平凡さだ。だが、よく見ていると、原始人に近いのだ。額や眉や目のあたりが仏像のようでもあった。うちは留守をしても大丈夫なのかいええ。 鍵をかけてきてるから、人が来てもいないと思うでしょイバが布団をといに来たんだってあら、私の手紙、ついて。そうなの。今、だから私は毛布で寝てるのよ。ゆき子は別に困った様子もなく、とくりを取り上げて、富岡の桜きに酒をついだ。富岡は、 冷えた焼きそばの上に散らかっているネギやタケノコを魚に酒を飲んでいる。日々の生活がいかにくだらなく憐れむべきかと、富岡は自分のやっていることが喜劇的に思えてきた。みんな大真面目に悲劇を繰り返していると思いながら、人類を潤すところの人間の悲劇味は何千年の昔から 何一つありはしなかったのじゃないかと疑ってくる。みんな人間のやっていることは喜劇の連続だった。心をくしてこそこそと喜劇の中で人間は生きる。正義を振りかざすことも喜劇。人間の善も悪も皆喜劇ならざるはない。涙の出るほどのおかしみの中に 人間は自分に合った最も至極な理屈をつけて生活をしている。死の間際になって初めてほっとして、ああと本当のため息が出るものかもしれない。思い切って富岡は雪子を連れてイカホへ行った。イカホへは夜更けて着いた。宿引きに 金田夫という旅館へ連れて行かれた。坂の多い温泉町で、その坂は路地ほどの狭さだった。湯花の匂いがむっと鼻に来る。き子は珍しそうに坂道の両側の家々を覗いて歩いた。ホトトギスで有名なイカホというところが案外素朴で、いかにもロマンチックだった。 夜ふけて着いたせいか、水の音も山の風も凍ったように肌を刺す。宿の奥まった部屋へ入ると、部屋には大きなこたつが作ってあった。こたつの上には一枚板が乗っかっている。雪子は冷えた膝をこたつに入れた。ほかほかと暖かかった。とてもいいところね。 あなた、どうしてこんなところ知っているの昔来たことあるのゆき子が甘えて聞いた。学生の頃を来たんだ。とてもいいところだわ。だらっと見たいね。お金でもあって、しばらくこんなところでぼんやり暮らしてみたいわね。うん。それでも長くいたって飽きちゃうだろう。二日くらいが関の山だね。 そうね。そのくらいがいいところでしょうね。狭い部屋だったが、窓の下は渓流になっているのか、早々と水音がしていた。顔の赤い女中が、星柿と茶を持って入ってきた。床の間には、籠型の鼻筒に小菊が生けてあり、石板画の山水の軸がかかっている。 ありふれた部屋だったが、旅室で、しかも温泉町へ来たという思いがあるせいか、今朝感じていたほどの寂しさも、案外さらりとして来ていた。絶望だのなんだのといったところで、こうした転換法さえ心得ていれば、すぐ目の先の気分は一転して、人間は楽しくなり、一時しのぎの気持ちにもなるのだった。 ほのぼのとしてきた。不思議な心の波だと、富岡は自分でもおかしくなっていた。女と死ぬために、わざわざ芝居係の死の舞台を求める謎ということも、大きな宇宙の中では、一粒の泡ほどの事件でしかないのだと、富岡は、街灯のままゴロリとこたつに寝転び、手枕をしたまま、 すすけた天井を見つめていた。ドテラをお着替えになりましてはいかがですか女中がドテラを持ってきた。ユキコは次の場ですぐ着替えて、女中に手拭いを貸してくれないかと言っている。富岡は湯に入るのもおっくうになっていた。体を動かすのも大義で仕方がない。 このまま消えてゆけるものならば、このままぼーっと地の底に消えてしまいたかった。ねえ、お着替えにならないうん。ねえ、着替えて早くご飯にしてもらいましょうよ。とても私お腹が空いちゃったわ。うるさいなあ。ゆっくりさしてくれよ。君、湯に入ってきたらいいだろう。ゆき子は、 脱ぎ散らかしたものを部屋の隅に放って、こたつのそばへ来ると、どてらの袖の匂いを嗅ぎながら、ああ、人臭い人臭いと賞にっ、干渉にっ